石像のぼうです。ゲスト市川さんです。どうも。スクエニックスの市川です。よろしくお願いします。寒くないの？いや全然だよ。逆に暑くないですか？信じられないぐらい寒いよ。そんなどっちが間違ってるのか分かんないですからね。見てる方には2人しか映ってないから。寒いし風も強いし市川さんが間違ってる可能性もあるんだから。ちょっと佐賀空港、はい、今来てますけども。レンタカー、そうなんですよね。レンタカーキャンペーンもやってるということで。そうなんですよ。だからちょっとお得に借りれたりとかする、はい、さっき借りました。お、はい。で借りて、ハッシュタグでツイートするとそう、なんかもらえるんだよね。マグネット、マグネット、はい、これもらえるということで。良くないですか？はい、自分たちでやってるよ。なるほど。そういう企画で。じゃあちょっと2人でドライブデート企画っていうドライブデート企画よろしいですか？はい、はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと早速車借りてるみたいな。はい、行きましょうか。行きましょうか。はい、出発しましょう。はい、出発。ここもずっとワイパーつけてる感じですか？でも運転は結構されますね。運転は結構しますね。しますけど、まあ好きですよね。森の畑。全然落ち着かないです。全然合わない。大丈夫ですか？一回止めなくて。大丈夫ですか？大きいからね。まあ、でも身長って何センチなんですか？179.6 とかですよ。180ぐらいですよね、ほとんど。あ、でも170台なんですね、数字的には。そうそう。なんかもっと大きく見えますね。顔ちっちゃいですよ ね、 でもね。そんなことあります？顔ちっちゃい。マジですか？嘘でしょ。足長い。適当なこと言ってません。頭でかいから帽子いつも困りますよ。本当ですか？アマゾンででかいサイズ帽子を買ってますよ。そんなあるんだ。そんなカテゴリー。そうそう、カテゴリーが。9周年ですね。佐賀県コラボ。佐賀県コラボね。はい。9周年長くないですか？今日だからそのメッセージボードみたいの、はい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 、ちょっと見させてもらったんですけど、ロケで、うん、9周年なんかおめでとうとか9周年やったみたいなメッセージやっぱあって。うわあ嬉しい。そうだ、ちゃんと周年意識してくれるってやっぱ本当に楽しんでる。証拠じゃないですか。嬉しいです ね、 ありがたい、ありがたい。こうやって立ち上げも市川さんもう一番最初のというか、立ち上げスタートは、うん、母さんがなんか佐賀県と面白いことできないですかねとか言ってたんですよ。で電話したのは僕なんで、立ち上げが市川と言われるとそうなんですけど。あ、じゃあそうじゃないですか。当時ってあんま人気ないんじゃないかと会社の中でも思われてて、そこまでなんかみんなファンとか残ってんのかなみたいな感じなところあったと思うんですよね。だったんですけど、その最初の佐賀県コラボやった時にすごいお客さんとか来てくださったりとか、だからすごい佐賀県さんがきっかけでなんか自分たちも気づけてなかった佐賀のなんか良さみたいな、なんかハッとなんていうの、あ、これはちょっとちゃんとやんなきゃいけないかもなみたいな。めっちゃウィンウィンじゃないですか。そうで、やっぱ佐賀県の方にもすごい喜んでもらえたし、でも10はまたちょっとね、節目というか10周年で、企画をまとめるのってやっぱ大変なんですよ。今めちゃくちゃ抱えてますね、いろんな角度からの。それこそ舞台もあり、舞台もあり、大丈夫ですか？パンクしてないですか？いや、ちょっとしてるかもしれないですね。なんか上の子供がもうめっちゃ出張行ってて怪しいっつって、お父さんが怪しい、お父さんが怪しいっつってて、その不倫とかそういうわけ。母親もよ、怪しいよねみたいな感じになってて、やめろよみたいな。でもなんか寂しいんですって。ああ、まあまあまあね、いない、出張が多いから。実際してないですよね。してない。じゃあここでこう言っとけば ないことになるっていう、そのなんか動画で言えば、そんなことないですよ。ちゃんと突き詰めますよ。ないんですね。大丈夫ですね。そういう、まあ、昭和な感じじゃないじゃないですか。だからもうゲーム業界はもうなんか割と入社した時とかはもっとなんか
深夜残業がめちゃめちゃ多かったりとか、はいはいはい、ありましたけど、河津さんと直良さんの席で昨日ご飯を食べさせてもらっていろいろお話聞いて、やっぱ毎日朝5時まで、まあ、飲んだりカラオケして、はいはい、でちょっと休んで次の日出社してまたゲーム作ってみたいな。自分も若い頃っていうか時はあのオクトパストラベラーとかのブレイブリーの浅野さんとかと、まあ、大体2時3時ぐらいまで遊んだりとかして、うーん、あそこ仲良いじゃないですかね浅野さん。そう、結構仲いいんですよね。とかあの周りのメンバーとかと夜遅くまでボードゲームしたりとか、遊ぶっつってもなんか、はあ、なんかボードゲームとかなんですね。ボードゲームしたりとか、当時ヒップホップが流行ってたからヒップホップのライブ見に行ったりとか。え、どうなったんですかヒップホップってその時期って。いや、キングギドラとかですよね。しかしキングギドラ見に行ってたんですか。そうそう、見に行ってました。母さんとか直良さんとかもっとなんかもっと華やかな感じで夜遅くまで多分遊ばれてたんじゃないですか。僕らとかはなんかどっちかっていうとなんか会議室でみんなでゲームしたりとか、映画見たりとか。すごい。なんかやっぱなんかすごい、その入社した時に知っとかなきゃいけない映画とかが見てないみたいなこと言われたんですよ。やっぱ先輩たちに、俺絶対見とかなきゃいけないよみたいな、はい、ファーストガンダムは全部見とかなきゃみたいな言われるわけですよ。あそので、年齢違うと見てないじゃないですか。だからじゃあ見るかって。開発会社さんとかと話してた時にこういう風な感じとか、例えでアニメの話が出た時とか分かんないことが若い頃って結構、はいはいはい、あったんだと思うんですよね。この間それこそコントライブやったんですけど、松山千春さんを題材にしたコントをちょっとやったんですけど、はいはい、お客さんの半分ぐらいやっぱもう、いや、分かんないってなって、うん、まあでもなんかその、うん、変なことしてるっていうので笑ってくれたのはありましたけど、大坊さんはやっぱちょっとなんか、ね、年齢層高めっていうか、あなんじゃないですか。だから兄貴と、はいはいはい、そのペンギンズ自体のコントもちょっとなってるんですよ。ああいうチンピラってあんま、まあね、うん、ね、龍が如くでも出ないじゃないですか。分かりやすいね。分かりやすいチンピラ。そうっすね。だからそれこそだって僕このノブオっていう名前あれですもん、はい、ビーバップハイスクールの金子ノブオからです。ビーバップハイスクールから来てるんですか。そうっすね。射程感のある名前ってなんだろうってなった時に、だからそれも親が読んでたビーバップハイスクールを小学生の時に読んでて覚えてて、まあ、お父さんお母さんが見てたっていうのが大きいですよね。そうっすね。この辺アップデートしていかないといけないんだろうなと。河津さんが五条悟の話してて、ああもうちゃんと、そのカワズさんが五条悟の話してたんですか。まあ、直良さんもびっくりしてましたけど、呪術回戦見てるんですかみたいな言ってましたけど、でもなんかそれをやっぱあの世界観をゲームにするとしたらみたいな、やっぱあれでしたね、角度的にはやっぱそういう目で見てるんだみたいな、ああいう人がいたらゲームって成り立たないんですよみたいな。まあまあ強すぎる。そうそうそう、全てをもうなんだろう、リセットしちゃうじゃないけど、からそのバランスがね取れないんですよねみたいな、やっぱゲーム作りの観点から実際先生の五条悟の話が、それ、うん、それは動画回ってないんですか。それは回ってないのかよ。そうですね。でもね、そういうお話とかをねちょこちょこやっぱり、いや、母さんの、ね、母さんはね絶対言わないんですよ、これ見てるとか、これハマってますみたいなこと言ってあんまり言わないんですけど。あ、そうなんですね。だけどやっぱ酔っ払って2時過ぎたりするとちょっと最近これ見てみたいな話、はいはいはい、それもだから米焼酎3杯目でした。3杯目、それを目安にしました。結構飲んでる。学生時代ってどんな生活だったんですか。学生時代ゲーム会社にもともと入ろうと思って、大学の時ですか。大学通ってたんです。それとも普通に就職先をいろいろ模索して、あ、ゲーム会社もありだなってなったんですか。学生の頃はずっとアフリカのことを勉強してたんですよね。アフリカ地域文化学科の大阪外国語大学って大学だったんですけど、ほうほうほう、スワヒリ語を専攻しようって。なんかその自分山口県出身じゃないですか、めちゃめちゃ田舎なんですよ。でこのままだとずっとこの町にいるなと思って、もうすごい親がやっぱ警官と自衛官なんですよね。
ました。硬そう。お袋が自衛官で、父親が警官だったから、やっぱ、うん、で祖父とか祖母とかもやっぱりなんかこう地元に残るんだよねみたいな感じなんですよ。うんうん、でもなんかこの町ずっと住み続けるのもなとは思ってて、うん、アフリカに行こうと思ったんですよね。はなんか親が警官だったから高校の時に。なんか一人暮らしを余儀なくされて下宿に住んでたんですよ、旅館に。旅館の一室をなんか旅館の一室で住んでたんですよ。 親がいないし、その一人だし、サボろうと思えば、ね、と思えばいくらでもサボれちゃうじゃないですか。どんどん成績下がっちゃって、いろいろ考える時間とかあったんですけど、その間でちょっともうちょっとなんか違うなんか環境変えなきゃいけないなと思って、浪人してというふうにやって、それでアフリカに行ったんです。次の信号は左方向です。アフリカ行こうと思って、アフリカに行ってたらどこでも行けそうじゃないですか、世界中。あ、なんかちょっとわかるかな、うん、左方向です。実際行ってどうだったんですか。いや、だからほとんど初の海外がアフリカなんですよね。だからいや、めちゃめちゃ楽しかったですよね。やっぱスワヒリ語は使えるし、まあその当たり前ですけど、ケニアの大学に短期留学してたんですけど、めちゃめちゃ面白かったですよね。寝てたら、寝てって昼寝してたら外に何かいると思ったら牛がいたりとか、めちゃめちゃ面白かったですよ。間違ってるかもしれないですけど、シアフアメニウマっていう言葉を覚えたんですけど、それはアリが俺を噛んだっていう一番最初そう、一番最初大学に着いたら噛まれてめちゃめちゃ強いんですよ、そのアリがなんか草原みたいなところあったから、わあ草原だ、綺麗だなと思って行くじゃないですか、わあアフリカの大学行って、そしたらもう信じられないぐらいのアリが俺に噛みついて、これそれは近シアフアメニウマだよっつってThis is a pen の感覚で、そう、This is a pen の感覚でシアフアメニウマっつって理系かと思ってて、でもそういやでもアフリカ言語の話してたから文系なのか、いやどうもあり、ね、映画研究会だったんですよね、その大阪理工大学。映画研究会でゲーム作るのがなんかすごい流行ってて、みんななんか映画撮るの大変じゃないですか。だからゲームやったりとか、ゲーム企画コンテストに出そうみたいなのがあったりとか、なんか自分は CG とか作ってたんですけど当時、なんかそういうのでなんか CM コンテストみたいな賞、ね、を出したりとかしたりとか、そういうことやってたんですよ。そのスワヒリを勉強しながら。ほう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 、ちょっとゲーム集がしてきましたね、その生活で。なんかその 3D グラフィックとか、なんかちょうど当時、うん、あのデジタルの編集、うん、この YouTube とかも、まあ、今当たり前にあるんですけど、当時はまだデジタルで編集するとかがあんまりなくて、うんうん、そこからちょっとゲーム業界に。そうね、それでなんかゲームの企画とか出してて、うん、なんか結構賞とか取ったんですよ、何回か。すごそう、企画書みたいなのを出してみたいな感じだったんですけど、まあ、それで結構ゲームとか面白いよなと思って、なんかその映像となんかそのゲームがなんか割と当時はなんかこう融合するみたいなのが流行ってたんですよ、うんうんうん、ちょっとデジタルアート的なゲームとかも結構多くて、うん、それでその面白いかもなと思って、それでエニックス受けて採用されたんで、うんうんうん、そっちに行ったんですけど、アフリカかエニックスかでやっぱ迷いましたよね、ちょっとね。あ、選択肢として、え、アフリカっていうのがあったんですか。なんかそういう商社とか言語を使うのが大好きだったから。はいはいはい、貿易関係とかってことですか。雪がすごい、気をつけないとね。そんな学生時代そうそう絶対俺の話とか興味ないと思いますよ。いやでもやっぱこうヒストリーとしてね、ユーザーさんつうか、やっぱ佐賀の公式 YouTube ですから、やっぱ佐賀にかかだってその ね、アフリカの系のね会社行ってたら今の佐賀ないかもしれないわけですよ。だから欧州がやってない、欧州がやってない、まあ、やってたかもしれないけど、なんかスポーツとかってやられてますか、西川さん。スポーツは水泳と陸上ですね、自分は。400m とかやってました。あ、中距離。中距離めちゃめちゃしんどいんですよ、400m って。あ、じゃあ長距離も
早いタイム。長距離もやってましたね。だからなんかいろいろやってましたね。なんか砲丸投げとかもしてたし。砲丸投げ？なんかいろいろやりたくていろいろやってましたね。なんか体鍛えるのが楽しくて。ああ。水泳は本当になんか小学校入る前からやってたんであれですけど。うーん。未だに泳いだりしますよ。へえ。早いんですか？わかんないですよ。早そうですね。でも泳ぎうまい方じゃないですか。多分。自分で言えるってことはやっぱそれすごいですね。うん、子供に教えてますよだから今。教えれるぐらいの水泳対決か。ガタリンピック行きますか。って言うとね、また嫁さんに何に、まあ、あんたそれ仕事なのって言われちゃう。仕事ですよ。あんたそれ仕事は、ガタリンピックとか仕事なのってなっちゃうから。仕事です。ちゃんと仕事です。今日もなんか泊まる必要あんのとか言われて厳しいな。それはさ、そのタラってところから帰ってこれないのとか言ってさ、日帰り、日帰りタラ、日帰りはちょっときついかもねとか言って厳しい、厳しいなぁと思います。ここっすね。着きましたよ。着いた？早っ。え？1時間っていうか、でもあれ到着、到着しました。ゆうとくになりです。あっという間じゃないですか。あっという間でしたね。寒い、すげえ寒い。到着です。到着しました。はい、いいですね、車旅。とっても安全運転。安全運転、うん、多分1キロもオーバーしないですよね。1秒1キロもう全くオーバーしない、うん、あ、超安全運転。ようやく来れた。わあ、当番。わあ、リアム、アーニャ。いいですね。すごい。写真撮ろう。寒い。本当ですか？寒い。何ですか？なんかおかしか、おかしなことでも。いや、全然大丈夫なんですけど。なんかありますか？おかしなこと。まあ前を閉めたいぐらいには寒いよね。うちの商店街行くの初めてかもしれないですね。あ、ここ商店街になってるんですね。商店街というか、うん、参拝のなんか、はいはいはい、お土産とか、うん、なんかここもね、あのなんかおせんべい屋さんがすごい私に直接連絡してくださって、なんか盛り上げたいんですけどって言って、おでもちょっと今企画やってるよ今年はっつって、なんかやってますよみたいな。あ、どうも。メールくれたでしょ、昔私に。私にメールくれましたすごいスタート。あの佐賀県コラボ の ロマサガのゲームの、あープロデューサーです。あー、はい、お世話になります。あー、初めましてですね。あー、何ですか、これ誰に見えますか。へー、自画像ですか。私です。あー、すごい。自分せんべい。あ、自分せんべいです。すごいですね。ラインスタンプも自分で作りました。ラインスタンプあるの？ちょっとガチャ。ガチャある。めっちゃ気になるんですけど。ガチャがですね。ガチャすごい。私が考えましたので。すごい。プロデュースしました。すごいですね。じゃあいきますよ。はい。来い。五番。来た。ズズズズワー。あ、演出やってくれるんだ。演出はすごい。私がいる時だけですけど。ありがとうございます。今のは確定演出ですか、今の。はいやって。これは？お、神社の人です。神社の人。何ですか、神社の人っつうのは。私が書きましたんで。そうなんですね。これはレアリティで言うとどれぐらいの？レベル。10までいったらレベル2ぐらいで。低いな神社の人。神社の人低いって。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。さすがに寒くないですか。そろそろ寒くないですか。いい、大丈夫ですか。逆にもうなんか暑くなってきましたね。めちゃめちゃ寒いですね。あ、あれかな。お、あ、そこ、え、あ、あ、綺麗な陶板。来ましたー。ルピナットモンドだ。おお、このコンビが。このコンビ。いいですね、ルピナちゃん。そうそう。いやー、僕の推しの一人ですから、ルピナちゃんは。確か、あ、でもここは咲くんですね、桜。
これなかなか見えない景色じゃないですか。これでまた頑張っていきますよ。でかい水域守り。およそ500メートル先、右方向です。でかいっすね。ね。なんか前買った時は、そっちはなんかダジャレっぽかったから、そのもう一つの勝ち守りの方を買ったんですよ。2種類ありましたもんね。でそれはなんかもう。本当に勝ちたい時だけ開けてくださいって言われて、なんかその日はね、じゃあなんか本当に勝ちたい時ってなんだろうなと思なかなかないですよ。僕らとかだったらその決勝戦のない、ね、そうね、日とかなんだろうけど、なんか知らないだけで結構パワースポット的なものもありそうですね、サーバーね。 あると思いますよ。およそ 300m 先、大村方、巡りたいな。巡りたいですよ。あ、カニ料理とか書いてある、カキ、ね、とか書いてますね。あ、カキもなんですか。そうそう、なんかカキも有名なんですよね、確か。うまいもん全種類あるんじゃないかぐらいね、牛も。いや、でもカニすげえ美味しいですよ。めっちゃ楽しみだな。まあ、カニ超好きなんですよ。私結構カニ食べてると思うんですけど、で、この間 X に書いたら、すげえ浅野から、浅野っていうか、浅野さんからマウント取ってきてない近みたいな何マウント、カニマウント、カニマウント、何ですかカニマウント。ちょっとなんかイケてるプロデューサー全部したやつ。どういうこと、カニ食うから、カニ、いろんなカニを食べてきましたか。あ、なるほどね。世界中のカニを食べてきましたかって書いてあった。あ、って書いてあった。なんかちょっとマウントっぽい感じ。なるほど、うるさいよと思って。なんかいいな。え、コーラ酒まで行けるタイプなんですか。あ、そうそうそう、なんか、なんか日本酒入れて飲んで、すげえ美味しかった記憶ありますね。うわー、あれたまんないですもんね。あれ以上に美味しいもんないでしょ、世の中に。ない多分、あれがマックスですよ、多分。ちょっとゲームやります。ゲームやりましょう。やります。じゃあ、無理モンドやりましょう。え、無理モンド、なんですかそれ。芸人さんたちの間のなんかなんかその知的遊びみたいなやつですか。いや、あの会話するんですけど、はいはい、相手が言った話題に触れないように会話を返さない。無理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 。もうだから全く違うことを言わなきゃいけない。悠々白書であった一個ずつ文字が消えていくゲームみたいな、ああいうやつですね。あーあー、あーついでやられたやつ、ね、そうそうそう熱いって言ったらラーメンみたいな。クワバラのね。そう。会話しなきゃいけないわけですからね。いきますよ。はい。今日寒いですね。いやー、なんか最近元気なくて。青ですよ。最近自分は最近ずるい。最近で始まるのずるいです。なんか最近なんか見つけてません？最近息子が結構やっぱちょっとね、今大きくなってるからニキビで悩んでたりするんですよね。年玉っていくらもらってました。いや、最近カニが食いたくて本当にカニ食べたいですよね。今何歳ですか。猫を飼ってるんですよ一瞬考えてますよね。医者頭で返事してません、ね、猫をね、飼ってるんです。ポンポンいきますよ。じゃあポン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 行きましょう。誕生日何月ですか。犬は飼いたいなって思ったことないんですけど、季節いつ好きですか。最近の螺旋の260回は結構難しくて、今240回で止まってるんですけど。明日の天気何ですか。もうやめてくれ。もうやめてくれ。事故事故危ない。確かになんかフラフラしてんだよな。会話の僕が喋りかけた後車がフラフラしてるんですよ、ね、ここですね。あ、道の駅ね。道の駅、あ、到着ですね。あ、看板がどれ、ほら目的地は左側にある。これ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 。あ、ほんとだ。おー、ようこそ。すごい、めちゃくちゃ差が、めちゃめちゃいいじゃないですか。へー、着いた。はい、到着しました。はい、着きました。はい、お疲れ様です。はい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 。おー、
ユスターブのタラミ缶ジュースですね。コースター、これコースターももらえるんですか。うん、あ、すごい、めっちゃいい。うわ、うまー、酸味ちょうどいい、うまー。あ、ベンチ、女神ベンチ、あ、いいですね。いいな。でかでかいですね。タクシーだからあそこ取ったの。常識に参加します。各社の社長みたいな。よろしく。せーの、カニ。どんな話だろう。そうね、こういう感じ。あ、OK です、いい顔です。大丈夫ですか、イメージ。蝶々のイメージがチンピラと写真撮ってるみたいな。なんないように。NHK さんも来てる。ちょっと待った。はい、着きました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。密着。NHK さんが待ち構えてると思わなかった。当番見に行こう、当番を。あ、ここにもあるんですよ。ここにもあるんですか。そうそう。あ、ほら。あー、すごい嬉しい。あ、ウスターフ。おー、綺麗。綺麗っすねー。ね、ねー、嬉しい。いいですねー、ここ。ねー、海沿いこの感じ始めたら、なんか不思議な感じですね。なんか向こうのライトは何なんでしょうね。入りますか。もう寒いな。もう言わないと行こうと思ったけども、寒いわ。その日沈んだりしちゃうから寒いわ。はい、到着です。さあ今日泊まるホテルに到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、いいユスターフ、いいですね。いいですね。素敵な食べ方できますよ。着きました。レンタカーで。はい。はい、思ったよりでも、雪降ってましたけど楽しかったですね。いいですね。楽しかった。冬景色も楽しみながら、なんか別の季節も車で走ってみたくなりましたね。あったかい時もいいでしょうし、雪景色の中の佐賀県も良かった。ぜひ皆さん見てください。いいですね。車旅も、車旅もいいかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はこちらに泊まりたいと思います。はい。はい、同じ部屋、同じ布団。よろしくお願いします。一個しか撮ってない。一個しか撮ってない。そこしか撮れない。じゃあまた。またね。